はいどうも皆さん、こんばんは。えー、本日はですね、まあ、禁断の扉後のね、えー、ウィル・オスプレイ選手のお話をしていこうと思うんですけど、まあ、あの、フォー・ウィルン・ドア、えー、禁断の扉でね、あの、オレンジ・キャシディ選手と本当にベストバウト級の試合をした後に、まあ、まさかをね、こう、柴田勝頼選手が乱入してくるという、まあ、あの、禁断の扉の中でも一番のサプライズというね、えー、出来事がこのオスプレイ戦後に起きたわけなんですけど、 まあそんな、ね、あのオスプレイ選手を襲撃して、まあ、なんかキャシディ選手と、ね、こう禁断の遭遇をしていた柴田選手、まあ、結局、この柴田選手のまあ行動の真意っていうのが、まあ、今現在もこう不明のままなんですよね、一体なんで柴田選手はあの試合に乱入したのか、そしてなんでオスプレイ選手を襲撃したのか、そしてなんでキャシディ選手のことを助けたのかとか、その真意っていうのが今をもって全く不明なままなんですよ。 まあそんなね、柴田選手の真意は不明のままなんですけど、そんなね、柴田選手に対して、今回、ウィル・オスプレイ選手っていうのが、最近のね、海外インタビューでまあ思いを語っていたわけなんですよね。柴田選手に関する思いとか、あと、今回ね、対戦したそのオレンジ・キャシディ選手が、いかにね、素晴らしいレスラーであるかっていうことも話していたので、今回はね、その辺りのことをご紹介していこうと思います。ぜひね、最後までご覧ください。早速ね、本題入っていきましょう。はい、で、早速本題なんですけど、今回、この禁断の扉がね、終わっ 終わった後のバックステージコメントですよねまずバックステージコメント、これあの公式の、えー、ニュージャパンワードでも上がっていたんですけど、ここでオスプレイ選手っていうのが、まあまあ、こんなことをね、えー、言っていたわけなんですよ。おいおい、何だったんだよと、あの柴田の野郎、俺の戦いにね、首を突っ込んでくんなよと、LA 道場のやつらを懲らしめてやったから、まあお前がね、怒る気持ちも分かるけど、この大会にね、お前は関係ねえだろうと、これは禁断の扉なんだよ。ニュージャパン AEW なんだよと、えー、どの選手が最強で、まあ、どの選手が弱いかっていうのを、えー、区別するための、ね、大会なんだよと、まあ、もちろんね、俺が最強ってことは今日の試合見て、えー、分かりきってると思うけどなと、まあ、次の契約更新が楽しみだなと、ニュージャパン、俺のギャラぐんと跳ね上がるぞみたいなことを、まあ、オスプレイ選手はこれバックステージコメントで語っていたんですよ。 まあ他にもね、ゴースプレイ選手っていうのは、なんか AEW 側はね、ブライアン・ダニエルソンと,と CM パンク、それからケニー・オメガ、えー、ニュージャパン側はね、岡田和司か J ホワイト、そして、まあ、俺をね、えー、今回の禁断の扉のトップレスサーとして、まあ、選んだと、まあ、AEW 側は全員欠場したけどな、みたいなことを、まあ、言っていたわけなんですよね、はい。 まあこれはね、あのオスプレイ選手がバックステージコメントで語っていたことなんですけど、えー、この後にです、ね、で後にまあ海外の、えー、海外メディアのインタビューに答えたオスプレイ選手っていうのが、まあ、その後の柴田選手に関しての考えとかをね、えー、より具体的に語っていたので、えー、そちらをね、まずご紹介していこうと思います。 でオスペイ選手が言うには、ですね、まあ、柴田、聞いてくれよと、お前がね、まあ、俺がこの LA 道場の道場生たちを倒して、まあ、怒ってるのはわかるよと、まあ、でも正直言うけど、もう俺の邪魔しないでくれよと、まあ、俺が思うにね、今お前がそうやって、えー、生きているのは非常に幸運なことだと思うよと。 まあなんかみんなはね、世界中のファンは、俺と柴田の対戦にねまあ興奮してるんだろうけど、お前らよく考えてくるよと、後頭部にエルボーする技をまあフィニッシャーに持ってるね、俺と本当に柴田を対戦させたいのかと。 俺はね、柴田とグラップリングルールをするつもりは全くないと、俺はそんなザック・セイバージュニアみたいなサブミッションマスターだとも、えー、自分のことを思ってないと、俺は、えー、自分のやるべきこと、自分のやるべきプロレスのスタイルっていうのを分かってるし、えー、自分の能力には非常に忠実だと。 自分が、えー、勝てる見込みのない状況ですよね、そういう特別ルールで、まあ、自分を、ね、そうやって追い込むようなことはしないと、もし本当に柴田が俺と、ね、プロレスをするのであれば、えー、それは普通の、えー、プロレスルールの試合にすると、自分が、えー、勝てる見込みのない状況に自分を追い込むことはしないと、えー、それでももし柴田が俺と対戦したいのであれば、何かこうね、柴田はなんかサインをしてくれと。 そして本当にリングに上がったら、俺はもう遠慮なく、お前の後頭部にヒルンブレードをね打ち込むつもりだと、だからもう一度だけ言うぞと、俺と対戦したいんだったら、柴田はこうサインをしてもらいたいと、俺との試合が終わった後にはね、お前は治療が必要なんだよと、そのサインがその必要な治療費になるから、それだけは頼むぜみたいなことを、これ、オスプレイ選手はまあインタビューで語っていたわけなんですよ。 はい。まあ、他にもね、このオスプレイ選手っていうのは、まあ、オレンジキャシディ選手に関しては、まあ、オレンジキャシディっていうのはね、本当にとんでもないレスラだよと。まあ、みんなね、えー、もちろんわかってると思うけど、まあ、正直あの禁断の扉っていうのは、え、俺とキャシディの試合がね、こう全てを持っていったよねと。まあ、本当に素晴らしいことだよと。まあ、このオレンジキャシディとか、あとその現地のね、カメラクルーのおかげで、えー、本当にいい試合ができたと思うよ。もちろん AEW の、え、現地ファンもね、素晴らしかったし、マジで禁断の扉はね、え、最高のショーだったよと。 っていうふうに、まあ、このオスプレイ選手はね、対戦相手であるオレンジ・キャシディ選手に関しては、まあ、結構大絶賛されているわけなんですよ。 はいというのがね、まあ、今回のこのウィル・オスプレイ選手の海外インタビューの内容だったわけなんですけど、まあ、つまり今回のオスプレイ選手の話、簡単にまとめますと、えまずオレンジ・キャシディっていうレスターはマジですごいレスターだと、あいつと、まあ、ベストバーと級の試合ができて、本当に満足してると、であと2つ目が、まあ、柴田が本当にやりたいてんだったら、俺は遠慮なくお前の後頭部にヒドンブレードを打ち込むと、そのことはえ分かってるよなみたいなことを、え今回、オスプレイ選手は語っていたんですよ。うん なんか今回のインタビューは結構、スノー・オスプレイ選手というよりかは、帝国の総帥としてのオスプレイ選手武士がね、えー、強い印象を受けたんですよね、まあ、そのキャシディ選手に関しては、ちょっとね、あのオスプレイ選手の素がね、出ていた感じはするんですけど。 ま,まずそのオレンジキャシディ選手のことを話すと、僕も本当にこれはもう全く同意見ですね。やっぱり、田中博士選手もご自身のあの、ポッドキャストで語っていたんですけどね。やっぱ田中選手がこう、注目している AEW ですだっていうのが、あの、オレンジキャシディ選手だと。彼はやっぱすごいこう、現地のファンの人気も、凄まじいものがあったし、やっぱ、やっぱあのオースプレイとあれだけの試合ができるのは、えー、ぜひともね、日本で見てみたいなことを田中選手も言っていたので、これオレンジキャシディ選手は本当にね、僕も日本で見たいなっていう風に思いますね。オレンジキャシディ選手は本当に、今の新日本ペース いないタイプのレスターなんで、日本に来たら僕もね、人気は大爆発するかなっていう風に思いますね、本当に素晴らしいレスター、ぜひね、キャシディ選手は僕も見たいかなっていう,うに思いました。 そして、柴田選手に関してなんですけど、そもそも、実際にね、この柴田選手とまあオスプレイ選手の試合が組まれるのかっていうのは、それは今現状わからないんですけど、もし本当に仮に組まれたらですよね、このウィル・オスプレイ VS 柴田勝頼っていう試合が組まれた場合ですよね、この2人が対戦する場合って、僕はなんかそのサブミッションルールになるとはまあちょっと思えないかなっていうふうに思うんですよ。ザック選手とかだったら、やっぱすごいこうサブミッションとかね、そういうのも上手いので、特別ルールっていうのもすごい納得できるんですけど、ま、あ オースプレイ選手っていうのはもう本当ご存知、えー、バリバリの現代ピューレスっていうのを主戦場にしてるとしかもどっちかっていうとそのアスリートピューレスっていうかなり激しい方の。 まあ、ピュアレススタイルなわけなんですよ。で、しかもその直近の試合では、えー、柴田選手というのはご自身の、ま、弟子でもある、えー、成田レン選手とピュアレスのルールをしているので、やっぱこオスプレイ選手と本当に対戦するのであれば、まあ、この柴田選手っていうのは普通のピュアレスルールで、えー、やるのかなっていう風に思うんですよね。ただ、ま、そうなってくると、まあ、オスプレイ選手本人も言ってますけど、まあ、オスプレイにはこのヒドゥンブレードっていう相手の、まあ、相手の後頭部に思いっきりこう肘をぶつけるっていう、まあ、超危険技があるわけなんですよ。これって本当も体を鍛えま。 作ってる、えー、超人の、ね、プルレスラーの方が受けても、毎回こう、戦慄が走る技ではあるんですよ、まあ、もちろんね、あのオスプレイ選手とか、あと受ける、ね、相手の方のプロなので、そのあたりはもう大前提としてある,のあるわけなんですけど、まあ、でもそれでも、あのヒドゥンブレードをね、柴田選手が食らってる,をってる姿を想像しただけで、まあ、少しこう背中にね、寒気が走りそうになるのは事実かなっていうふうには思いますね。 ただまあでもだからといって、やっぱオスプレイ選手と対戦するってことは、僕はそういうことかなってうふうに思うんですよ。じゃあ、この相手がね、まあ、過去に頭に怪我を負っていた柴田だから、じゃあ今回、ちょっと柴田戦はね、あのヒルムブレード禁止ねとか、ちょっとオスプレイ、少しね、相手柴田選手だから、手加減してやってくれよとか、そんなことを言われたら、オスプレイ選手からしたら、冗談じゃないと思うと思いますし、やっぱリングに上がってる以上、そういう手加減して戦っているところを、まあ我々ファンも見たくないかなっていうふうに思うんですよ。 で、まあ今回の、まあ、インタビューでは結構ね、こういう強い言葉を使ってましたけど、もちろんそれが、まあオスプレイ選手の本心かどうかっていうのは、まあ分かんないわけなんですよ。もしかしたらここのそこでは、えー、オスプレイ選手っていうのはすごいこう、柴田選手のことを尊敬しているし、なんかもう敬意とリスペクトに、えー、溢れているかもしれないんですけど、ただやっぱ今回の、まあこのインタビューの受け答えっていうのは、えー、僕はこのユナイテッドエンパイアの総帥の、まあウィル・オスプレイというね、えー、一人のプロレスラーとしては本当に今回のインタビューの答え方は、望、えー、ましいし、正しいかなっていうふうには思いましたね。まあ本 本当に俺とプロレスがしたいんだったら、もう俺は一切手加減もしないし、本気でやると、お前がね、えー、脳にどんなダメージを負ってようが、えー、リングに上がるからには、俺は本気でお前の後頭部に、えー、ヒドゥンブレードを叩き込むと、それが、まあ、プロとして、プロレスラーとしての俺の最大のお前に対する敬意だよみたいな、そんなオスペル選手の気持ちがあるのかなっていうふうに、まあ、個人的にはね、今回のインタビューを聞いて、ちょっと思ったりもしましたね。まあ、果たしてね、じゃあこの2人が、えー、対決する日は来るのか、まあ、もし来るのであれば、一体それはどこでやるのか。 もしそれこそ日本でやるのか、まあ、AEW でやるのか、それとも LA 道場でやるのか、そして本当にやるなら。えー プロレスルールでやることになるのかとかね、本当にじゃあ、柴田選手っていうのは、プロレスルールでウィル・オスプレイ選手と試合をすることができるのかとか、もう本当にもういろんな意味で、疑問とね、まあ、不安が残るこの2人の禁断の遭遇だったわけなんですけど、まあ、でもやっぱり、ぜひいつかね、見てみたい夢のドリームカードの一つであることは、間違いないかなっていうふうに思いますので、まあ、どんな形であれ、まあ、実現してほしいなっていうふうには、ちょっと個人的にはね、思っていたりもしますね。果たして、ね、この2人の人物語に続きはある のかどうかまあ、今現状ね、こうやってオスプレイ選手は、まあ、柴田選手に関してこういう意見を言ったので、次はね、柴田選手がオスプレイ選手に関してどう思っているのかとかね、まあ、どういう動きがあるのかというのもね、また情報が入り次第え皆様にね、動画としてお届けしていこうと思いますので、今後ともね、よろしくお願いいたします。というわけで、今回のお話、は以上に、ね、す、ま、僕のことはこんな感じで、新、え、年、ー、プレスに関するね、こだわ情報なんかの動画をどんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストありましたら、えー、YouTube のコメントあるいは Twitter の DM にね、広告い,いただけますと、どう 動画あるいはブログの方でね、えー、返信させていただきますのでどしどしお待ちしておりますはいではまた次回の動画で会いましょう以上